はい、どうもピアです。今日はですね、関東圏の初心者におすすめなキャンプ場を5選ご紹介していきたいと思います。これまで僕が行ったキャンプ場の中で初心者の方におすすめできるキャンプ場を5つご紹介していきます。で、何を根拠にご紹介していくかと言いますと、景色、施設の充実度、トイレとかお風呂あるかとか、バンガローとかそういう施設ですね、施設の綺麗度、PR的にこの3つの軸のスコアが高いキャンプ場をご紹介していければなと思います。ご紹介内容としては5つです。1つ目、キャンプ場の場内映像、2つ目、アクセス、3つ目、営業案内、4つ目、場内解説、5つ目がおすすめポイントです。PR チャンネルとは、関東のキャンプ場をご紹介しているチャンネルです。僕はキャンプが大好きで、週に2回程度キャンプに行ってるんですけど、キャンプ場を予約する際に、僕が重要視するのは景色とか雰囲気なんですが、残念ながらキャンプ場の多くのホームページではそういった情報が薄かったりもするので、それを動画でお伝えできれば予約時の有効な判断材料になるんじゃないかなと思いまして、このような発信を続けています。これからも関東を中心に分かりやすくキャンプ場紹介をしていければなと思いますので、よければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。1つ目、リトリートキャンプまほろば。アクセス、山梨県南鶴郡にあります。最寄りインターは川口湖インターから約8キロのところにあります。営業案内、デイキャンプのチェックインは、ちょっとホームページに記載がなかったので、予約される方はキャンプ場にお問い合わせください。宿泊キャンプ、チェックインが14時、チェックアウトが10時となってます。アーリーチェックイン、アーリーチェックインも可能です。1時間1000円とかで可能なんですけど、前日の予約状況とかによると思うので、詳しくは直接お問い合わせください。ペットか、ゴミ捨て可能、トイレ洋式、売店あります。売店あるんですけど、ちょっとしたものしかないので、事前にもし必要なものがある際はホームページじゃなくてキャンプ場にお問い合わせいただいた方が確実だと思います。そんなに品揃え良くないです。薪とか炭はありました。シャワーはあります。とても綺麗でした。場内解説、サイトが11サイトあります。で、サイトによって種類が富士山が見えやすいサイトだったり、あとソロにおすすめのサイトだったり、サイトの種類がいくつかあるので、詳しく知りたい方は過去に僕がアップしている動画をご確認ください。3つの魅力、1つ目、絶景、河口湖と町の夜景を一望できるロケーション。2つ目、2018年6月にリニューアルオープン。施設がとても綺麗です。3つ目、テントなしでも大丈夫。宿泊施設が充実している。で、1つ目なんですが、絶景ロケーションです。場内映像でもちょっとご覧いただいたかと思うんですけど、富士山が一望できて、富士山の手前には河口湖と町並みがこう、街並みの夜景が見下ろせるようなロケーションになってます。で、僕が過去行ったキャンプ場の中でもかなり上位というか、僕が好みというか好きな景色なので、これ非常におすすめです。ちなみに僕が利用した時は、マウント富士ビューサイトというところを予約したんですけど、すごい景色が良かったです。で、こちらテレビ東京の「一人キャンプで食って寝る」っていう過去にあったドラマがあるんですけど、そこの第1話のロケ地にもなってまして、そういったテレビでものロケ地になるぐらい、やはりこうロケーションが素晴らしいところなので、ぜひキャンプ初心者の方にはそういうところを一回行くとですね、すごいキャンプが好きになるんじゃないかなと思うので、ぜひおすすめです。
で施設も2018年の6月にリニューアルオープンしてるんですよ。なので施設もトイレもそうですし、シャワールーム全施設がすごく綺麗です。なのでなかなかやっぱキャンプ場によってはトイレが和式で水洗じゃないところとかも結構あるので、まず初めはこういう綺麗なところでスタートするのがいいかなと思うので、ぜひおすすめですね。宿泊施設テントがなくてもですね、バンガローとか常設テントトレーラーハウスのようなちょっとそのおしゃれな作りのものからいろいろな種類のそういった宿泊施設があるので、まずテントない方はそういう施設を利用してキャンプしてみるのがまずいいんじゃないかなと思います。2つ目、長トロオートキャンプ場。アクセス、埼玉県秩父にあります。で最寄りインターは花園インターから25キロのところにあります。営業案内、デイキャンプ。デイキャンプは台風19号の影響で今シーズンは営業してないようです。宿泊キャンプ、チェックインが12時、チェックアウトが17時となってます。アーリーチェックインは10時からとなってます。ただ、アーリーチェックインに関しては前日の予約利用者の関係で利用できないこともあるので、詳しくは、キャンプ場にお問い合わせください。ペットかゴミ捨て可能、トイレは洋式、売店あり、シャワーありです。で売店はかなり充実してます。すごくいろいろなグッズもあるので、ぜひ利用された方は売店ぜひ立ち寄ってみてもらいたいですね。場内解説、サイト数が67サイトあります。で非常に広いです。3つの魅力、1つ目、綺麗な川を眺めながらキャンプできる。2つ目、サイトの種類が多くサイト数も多い。3つ目、施設が充実&綺麗ということなんですが、まず綺麗な川を眺めながらキャンプできる、僕利用した時は、ビューサイトという川沿いのサイトになります。そこは非常に綺麗な川を眺めながらキャンプができるので、それは非常に魅力かなと思います。で長トロの特徴の岩畳っていうんですかね、特徴的なこう岩の場内映像でもご覧いただいたかと思うんですが、段々となっているちょっと特徴的な岩がありまして、それとこう川っていう綺麗な川っていうのが素晴らしいロケーションなので、それは魅力ですね。非常に魅力です。で2つ目、サイトの種類が多くサイト数も多いっていうことなんですが、67サイトってかなり多い方だと思います。なので予約がまず取りやすいっていうのが一つと、あとは、ビューサイトだったり森林サイトだったり、ハンモックサイトだったり、いろいろなサイトの種類があるので、自分のこう好みとか目的に合わせてサイト選びができるというのは非常に特徴かなと思います。なので、施設は、とても綺麗なので何度利用しても楽しめるキャンプ場なんじゃないかなと思います。3つ目、施設が充実綺麗でサイト数も多いんですけど、グランピングだったりバンガローだったりっていう施設も非常に充実してまして、あとはホテルみたいなところもあるんですよね。なのでテントがなくても初心者の方でも非常に利用しやすいキャンプ場になっているので、本当にちょっとおすすめですね。初めて行ったキャンプ場がここだと本当にかなりスコアが高いので非常にいいかなと思います。本当におすすめです。3つ目、フォレストサンズ長トロ。
アクセス、埼玉県秩父にあります。で実は長瀞キャンプ場の川を挟んで向こう岸にあるキャンプ場になってます。で営業案内、デイキャンプチェックインが11時、チェックアウトが17時、宿泊キャンプチェックインが13時、チェックアウトが17時です。アーリーチェックイン12時、アーリーチェックインは、要予約というかキャンプ場にお問い合わせください。ペット可で、ゴミ捨て可能、トイレは洋式、売店あり、シャワーもありです。で売店もかなり、品ぞろえ豊富で、充実度高いですね。町内解説、サイトは17サイトありまして、ほとんどのサイトが川に面しているサイトになります。なので、非常にロケーションが、どのサイトからでもロケーションがいいです。で詳しくは過去僕が投稿した動画の中で各サイトの景色をご紹介してますので、予約時そちらを参考いただければなと思います。3つの魅力、1つ目サイトの地面がレンガ砂利、2つ目施設が充実&綺麗、3つ目トレーラーハウスが25台もある。サイトの1つ目のサイトの地面がレンガ砂利っていうことなんですが、レンガ砂利って、赤いレンガの砕いてそれを敷いたようなものなんですけど、水はけが非常にいいっていうのと、あとサイトのペグも非常に差しやすいんですね。なので、多少雨が降っても全然問題ないですし、よくですね、例えばですか、初めてのキャンプで少しちょっと雨が降っちゃってテント、レンタルしたテントがすごい汚れちゃったりとか、初めて買ったテントをですね汚してしまったりだとか、それがこう結構慣れていればですね、そのテントの撤収とかも非常にもう効率よくできるんですけど、初めての時だとやっぱどういう風に、最初なんで綺麗に使いたいんで、こういろいろこうタオルで拭いたりすると思うんですけど、それが非常に時間がかかる。ただでさえ畳むのに時間かかっちゃったりするので、そういう時でも、レンガ砂利だとですね、あんまり汚れないんで、撤収も非常に楽だと思います。それがちょっとやっぱ地面によってはすごい汚れたりもするので、ここは非常にそこはポイントかなと思います。で2つ目、施設が充実&綺麗ということなんですが、こちらもですね施設がかなり綺麗です。でコテージの数も結構あるんですよ。でトレーラーハウスも、いっぱいありますし、テントがなくてもコテージ、バンガローが、結構な数あるので、しかもですね、バンガローの前にバーベキューできるスペースもあるので、テーブルで行っても全然問題ないですね。なので、初心者の方がキャンプデビューする際にテントを買っていかなくても、まずはちょっと一回体験するという意味で行くのもありかもしれませんね。3つ目、トレーラーハウスが25台もある。でトレーラーハウスが、先ほどちょっと映像でもご覧になったかもしれないんですが、非常にかっこいいんですよ。アメリカから直輸入しているみたいなんですけど、それが25台もあるの でただちょっとトレーラーハウスは川から直接、トレーラーハウスから川を見えたりっていうロケーションではなくてですね、ちょっと城内マップを見ていただければ分かると思うんですが、少しちょっと道を挟んで離れたところにあるので、川に遊びに行きたい場合は、徒歩だいたい2、3分ぐらい歩いたところにあるので、そういったちょっと川遊びしに行くときは少しちょっと離れてますよということが、一応一つありますと。4つ目、オーパーク美容リゾートホテル&スパ、オーパーク大瀬。埼玉県の大瀬にあるところです。
最寄りインターは鶴ヶ島インターから12キロのところにあります。なのでアクセスも非常にいいですよね。営業案内、こちらデイキャンプはホームページに記載がなかったので、事前にキャンプ場にお問い合わせください。宿泊キャンプ、チェックインが12時、チェックアウトが10時です。アーリーチェックインは、不可となってました。ペットは可で、ゴミ捨て可能、トイレは洋式、売店もあります。でシャワーもあります。でシャワーあり。町内解説、区画サイトが、ですね、これホームページに記載なかったんですけど、僕の記憶だと、まあ、6、7サイトぐらい、8メートルの広さのサイトが6メートル6つぐらいあったと思います。3つの魅力、1つ目、お風呂施設が完備、大浴場がある。じゃあもともとスパリゾートみたいな形で、管理棟受付っていうのがもうこう、そこにもうお風呂の施設がもうあるんですよ。なのでまあ、これなかなか嬉しいですよね。なのでこうシャワー、まあ、先ほどシャワーあるって言ったんですけど、まあ、シャワーというよりかはもうお風呂に行っちゃえばいいので、でキャンプ場でテントサイトからもうだいたい2分ぐらいで行けちゃうところにあるんですね。なのでこれは非常に魅力かなと思います。2つ目、グランピング、ログハウスなどの宿泊施設が充実している。ちょっとグランピングという名前じゃなかったんですけど、すごくいろんな種類のそういう宿泊施設があるんですね。でまあ、おしゃれなものもあります。おしゃれなものもいっぱいあるので、結構こうインスタ映えとかするようなものもすごいいくつもあったので、これは非常に魅力じゃないかなと思います。で3つ目の、施設が綺麗ということなんですが、2019年8月にフルリニューアルオープンしたみたいなんですね。でもともと U パークおごせっていうキャンプ場、キャンプ場というかアクティビティ施設だったんですけど、それがリニューアルして、ちょっと僕リニューアルしてから行ったので、過去のはちょっと分かんないんですけど、非常にどの施設も綺麗でした。まあ、炊事場もそうですし、まあ、なんかグランピングのあとはその宿泊施設だったりっていうのも非常に全部綺麗だったので、心地よく利用できるんじゃないかなと思います。5つ目、ほったらかしキャンプ場。アクセス、山梨県山梨市にあります。最寄りインターは勝沼インターから、13キロのところにあります。営業案内、デイキャンプ、チェックインが11時半、チェックアウトが16時です。でデイキャンプは、前の人の利用状況によって変わるみたいなんで、電話予約のみとなってるみたいです。宿泊キャンプ、チェックインが13時、チェックアウトが11時です。アーリーチェックインは可能です。でペットは可で、ゴミ捨て可能です。でトイレは洋式で、売店もあります。売店はすごくいろんな品揃えがかなり豊富です。で僕はここでちょっとシェラカップ可愛かったんで買いましたね。でシャワー、シャワーはないんですけど、これありとなってるんですが、シャワーはないんですけど、ほったらかし温泉が徒歩圏内にあるので、まあ、そちらを皆さん利用されてると思います。で本当におすすめな、僕の大好きな温泉ですね。町内解説、サイト数35サイトあります。でこちら前サイトから、山梨のですね、甲府盆地、山梨の町をの夜景がすごく綺麗に見えます。で3つの魅力、1つ目、甲府盆地を見渡せる絶景ロケーション、2つ目、ほったらかし温泉が徒歩圏内、3つ目、施設が綺麗、売店の品揃えも豊富。1つ目 の, 絶景ロケーションということなんですが、こちらも本当にどのサイトからでも、綺麗な夜景を楽しむことができます。でサイトによってですね、広いキャンプ場になるので、夜景が少し遠くに見えたり近くに見えたりっていう景色のこう感じ方がまたサイトによって違うので、詳しくは、僕が過去にアップしている動画
全サイトからの景色っていうのを撮ってますので、そちらをぜひご確認いただければと思います。2つ目、ほったらかし温泉が東圏内。こちらは、ですね、僕が、一番好きなお風呂ですね。ほったらかし温泉っていうお風呂がありまして、そのお風呂は、露天風呂なんですよ。運が良ければ富士山も見えるような絶景ロケーションの露天風呂です。こちらがもう本当に歩いて、サイトによってはまあちょっと5分ぐらいかかっちゃうか、8分ぐらいかかるかな。僕一番離れてるサイトを利用して、その時は確か8分ぐらいかかりました。まあでも10分以内に行けるような距離にあるので、これは非常に魅力、まあこのキャンプ場の強い魅力かなと思います。3つ目、施設が綺麗、売店の品揃えも豊富ということなんですが、品揃え豊富な売店でも本当にガスランタンのガスがあったりとか、花火あったりとか、まあ、そういうのあるところはすごい品揃え豊富だなと思うんですけど、ここに関しては本当にもう服、子供服とかが売ってるんですよ。すごくないですか。しかも結構可愛いんですよね。なんでそのちょっとアパレルまで品揃えがあるっていうのはなかなかなかったです。僕多分ここぐらいじゃないですかね、今まで僕が行った中だと。しかもおしゃれで本当に可愛いものがいっぱいあるので、品揃えが豊富、まあ、オリジナルブランドのほったらかしキャンプ場オリジナルのなんかロゴのシェラカップもあるんですけど、それ僕可愛くて、まあ、2つ持ってるんですけど、まあそういったなんかちょっとしたこうお土産も買えちゃうぐらいレベルの高い売店になってるので、僕はキャンプ場利用してない時、温泉にほったらかし温泉に行った時とかもちょっと立ち寄って買い物しちゃうような感じなので、おすすめです。本当に人気のキャンプ場なんですよ。で、3ヶ月前からウェブ予約できるようになってるんですけど、もう3ヶ月先もほぼ埋まっちゃってるみたいな感じなんですね、土日に関しては。まあ、平日だと、もう少し空きはあるんですけど、ちょっと先でも予約してしまった方がいいと思います。で、キャンセル料が3日前からかかるので、もしそれで行けなくなったってなったら、まあ、キャンセルするのもいいと思うんですよね。逆に言うとこう直近の予約がちらほら空いてたりもすると思うので、まあ、もちろん天気にもよるかなと思うんですけど、まあ、そういうのを狙ってちょこちょこホームページを確認して予約状況を確認するっていうのはいいかなと思います。で、ここ予約は基本宿泊キャンプに関してはウェブ予約のみとなってまして、全部そのシステムでやられてるんですよ。電話予約できないようになってるので、リアルタイム反映になってると思うんですよね。なのでちょくちょくホームページ見るとちらほら空きがあることがあるので、まあ、そういった予約の取り方がいいんじゃないかなと思います。以上、今回の関東圏の初心者におすすめのキャンプ場を5つご紹介させていただきました。僕が今年、まあ、40個ぐらいキャンプ場今行ってるんですけど、まあ、その中でももっともっとおすすめしたいキャンプ場も実はあるんですけど、まずは僕が冒頭にちょっと申し上げた、施設が綺麗っていうのと充実してるっていうのと、あとは景色雰囲気ですよね、まあ、この辺がかなり僕の中でスコアが高いところを5つご紹介させていただきました。フィアチャンネルの目的の一つでもあるんですけど、キャンプの魅力を発信して、より多くの人、一人でも多くのキャンパーを増やすっていうのが、まあ、最終的な目標というか。で、こういった動画を今後もいろいろご紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。